ジェームズ・ワール・カーター・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家。同国第39代大統領。短縮型名は、ジミー・カーター。ジョージア州議会上院議員、第76代ジョージア州知事を歴任し、2002年に、ノーベル平和賞を受賞した。2021年9月現在は、歴代の大統領の中で最長寿の存命者である。 長らく南部バプテスト連盟系列の教会の信徒だったが、南部バプテストが、神学的、政治的に保守化を強めたことから2000年には脱退し、その後進歩派の新バプテスト連盟へ、新バプテスト契約の創立者の一人になっている。また、大統領候補として初めて、ボーンアゲインを公言し、福音派を受賞した。中絶支持にも反対し、 福音派の支持を得て1976年、アメリカ合衆国大統領選挙に勝利した。タイム誌はこの年を、福音派の年と呼んだ。1924年10月1日、ジョージア州プレーンズの町で、食料品店主兼農家のジェームズ・アール・カーター・シニアと、看護婦のリリアン・ゴーディ・カーターの長男として誕生し、アーチェリーの近くで成長した。ジョージア工科大学で、 理学士の学士号を取得した。第二次世界大戦終結後の1946年、海軍兵学校に入校した。同年ロザリン・スミスと結婚。カーターは、大西洋及び太平洋の艦隊で潜水艦に勤務し、その後ハイマンジー・リッコーバー提督によって、アメリカ海軍の原子力潜水艦の開発推進プログラムの担当者に選ばれた。 1952年12月12日に、カナダのチョークリバー研究所の試験原子炉、NRX で、原子炉が暴走し、燃料棒が溶融する、原子力事故が発生した際には、カーターは、アメリカ海軍の技術者として、事故処理にあたり、被爆もしている。1953年、ジョージア州会議員になったばかりの父親の死に、伴い海軍をタイで退役。 当初は低所得者向け公営住宅に暮らすが、妻と共に公共図書館で自学してピーナッツ栽培に取り組み成功を収める。教育委員をはじめとする地域の評議員を経験したカーターは1961年にジョージア州上院議員に立候補。当初は落選とされたが、選挙不正を提訴して認められて当選となる。 再選の後に1966年の州知事選挙の民主党予備選挙に立候補した。3位に終わったが、上位候補の思想がかけ離れている中で、カーターのリベラルな立場が注目され、当格を表した。1970年の州知事選挙で当選し、1971年1月から1975年1月まで、ジョージア州知事を務めた。 州知事としては、人種差別撤廃、行政改革、広くの貧富の差による教育格差の是正などに取り組んだ。フォード大統領と討論する、カーター1976年、アメリカ合衆国大統領選挙に民主党候補として出馬した。当初は、ミーって誰のことという言葉が流行するほど知名度が低かったが、 ウォーターゲート事件により疲弊した政治の刷新を求めるアメリカ国民にクリーンなイメージと満面の笑みをアピール。選挙戦では世論調査会社を活用し各州が抱える問題の情報を収集しそれに対応するメディア戦略を取った。その結果、1976年5月に行われた世論調査の段階で現職の ジェラルド・アール・フォード大統領を上回る支持を得て、本選でも、一般投票の50.1%を獲得し、勝利した。アンディ・ウォーホルと共にキャンプ・デイビッドで、メナヘム・ベギンとアン・ワルア、イコール・サーと共に、ソルティに調印するカーターとソ連のレオニード・ブレジネフ、初期長ボン・サミットで、西ドイツのヘルムート・シュミット首相、日本の福田・武雄首相、 フランスのバレリージ・ジスカールデスタン大統領、イタリアのジュリオ・アンドレオッティ首相らと、リチャード・ニクソンと中国の党将兵と共に、バンス国務長官と就任式の後、議事堂からホワイトハウスまで歩いて就任パレードを行った初の大統領である。このパレードが非常に好評であったため、その後多くの大統領がこれに習っている。カーターは、 世論調査のデータを盲信する傾向があり、ホワイトハウスに、専属の調査員を常駐させるなど力を入れた。しかし、集計ミスの結果を間に受けて緊急テレビ会見を行い、支持率を急落させたこともあった。この頃には、トレードマークであった笑顔もあまり見られなくなっていた。内外政策の度重なる失敗、特に、イランアメリカ大使館。 人質事件への対応のつたまさにより国民の支持を失い1980年アメリカ合衆国大統領選挙で共和党候補で元カリフォルニア州知事のロナルド・レーガンに選挙人投票で10倍近い差を一般投票でも10ポイント近い差をつけられ敗北一気で政権の座を去ったなおイランアメリカ大使館人質事件ではカーターが ホワイトハウスを去ったその日に人質が解放されたことから海外のマスコミを中心に選挙後まで人質を拘束させ続けるためにレーガンジミエが秘密の取引を結んだという報道が見られた。就任後に施行したいくつかの経済政策の失敗と1979年のイラン革命に前後した石油危機などから在任中は 高インフレと不況が国内を覆うことになった。外交において降りかかった様々な問題に傾注した結果、これらの国内問題を解決することはできなかった。1979年3月28日にはスリーマイル島原子力発電所事故も起こっている。なおエネルギーの生産と調整に関与する内閣レベルの組織であるエネルギー省と教育行政を干渉する。 教育省の設立を行った。エネルギー省の設立は在任前後に起きたオイルショックを受けてのことである。以前は教育行政は保健教育福祉省によって行われていた。カーター政権運営の経済政策で後に影響を与えたものの一つに1978年10月に成立した航空規制緩和法が挙げられる。この規制緩和によって 路線の参入規制や運賃設定などの規制が撤廃された結果、サウスウエスト航空などの格安航空会社が台頭する一方、パンアメリカン航空、イースタン航空など、従来の大手航空会社の経営は悪化して倒産、激しい競争から生き残るために、航空会社同士の合併が進んだ結果、2013年には、アメリカン航空、ユナイテッド航空、 デルタ航空とサウスウエスト航空でアメリカ国内の航空市場シェア87%を占める河川状態となった。また、投資コスト抑制のための機材の老朽化や経験不足のパイロットが増えたことなどから大事故が何件も発生することになったという指摘もある。人権外交冷戦の最中に人権外交を標榜し、 中東において、長年対立していたエジプトとイスラエルの間の和平、協定、キャンプデービッド合意を締結させるなど、中東における平和外交を推進した。なお、1977年3月16日に、マサチューセッツ州クリントンで行われたタウンミーティングにおいて、アメリカ大統領として初めて、パレスチナ人国家建設を容認する発言をした。 ソルト2は締結されたが、アメリカ議会における批准は見送られることになった。そして、ソ連のアフガニスタン侵攻を批判して1980年、モスクワオリンピックをボイコットした。また、パナマ運河のパナマへの返還などを実現させた。イラン皇帝パフラビー2世は、アメリカが創設に手を貸した、情報サービスエリア VAK を使い、拷問や処刑など、 恐怖支配を行っていた人物であるが、カーターは1977年12月にイランを訪問し、イランこそが中東における安定した島であると述べ、パフラビー二世を称えた。表向きは人権外交を標榜するカーターであったが、アメリカにとって都合の良い,い同盟国の人権抑圧に対しては無関心であった。 サバックの職員はイラン革命後に設立されたイラン、情報省に多く雇用された。批判 CIA による情報収集能力の低下や軍事プレゼンスの低下などがきっかけになり、イラン革命やその後のイランアメリカ大使館、人質事件を防げず、人質救出作戦、イーグルクロー作戦にも失敗したことから、保守派から弱腰外交の推進者と言われることになった。 イランにおけるアメリカ人の人質が解放されたのは事件から実に444日後の1981年1月20日であり、皮肉にもこの日はカーターが後継のレーガンに政権を譲り、ホワイトハウスから去った日でもあった。しかし、その外交政策を支えたズビグネフ・ブレジンスキー大統領補佐官は高派であり、ソ連のアフガニスタン侵攻に対しては、 ムジャヒディーンを支援し、ペルシャ湾をアメリカの権益とみなして、中東への軍事介入も辞さないとする、カーター・ドクトリンの基本姿勢は、共和党政権にも引き継がれることとなった。そもそもソ連が介入する前の1979年7月より、カーターは CIA にアフガン資金工作を命じており、これが暴力をエスカレートさせ、テロリストを生み出したとの批判が、 革新派の間である。対中間政策中華人民共和国に対しては、二代前のニクソンと一代前のフォードの接近政策を受け継いで、中華民国との断交を決定し、1979年1月1日に国交を樹立した。同月に、当昌平がアメリカを訪問し、カーターと会談している。これにより、米下相互防衛条約は無効化され、 アメリカは、アメリカ台湾共謀司令部と、在体アメリカ軍事故問題を廃止して、在体アメリカ軍を撤退させた。中華民国との国交断絶後は、友人の曲によの根回しもあって、台湾関係法を制定し、現在に至っている。大韓民国に対しては、選挙公約で、在韓アメリカ軍の撤退も掲げていた。また、韓国政府が、 牧政期の軍事独裁であるテニア、極秘裏に各兵器開発計画を進めていたこともあって、牧政権との関係は険悪だったとされるアメリカは、バンコクの大使館を通じて、カンボジアにおいて、新中派のポルポトが市民を虐殺している事実を掴んでいた。だが、ベトナムとクメール・ルージュが争うようになると、カーター政権の姿勢は一変し、 1979年に国際連合総会でアメリカは中国と共にポルポト政権を支持代表権を認めさせた。カーター政権は中国と一層接近しベトナムを追い詰めていった。歴代のアメリカ合衆国大統領と共に大統領任期中は人権外交を標榜しながら大きな成果を上げられず、 イラン革命やソビエト連邦のアフガニスタン侵攻を許したが、大統領職を退任してからは1981年にカーターセンターを設立し、積極的な外交活動で知られている。貧困層への住宅建設とコミュニティ設立を中心に活動している NGO、ハビタットフォーヒューマニティの活動を支援しており、同 NGO が行っているボランティア活動に同行したり、 テレビ CM に出演している。弟のビリー・カーターが、リビアで22万ドルを受け取っていたことが判明した。ありがとうございます。